はいどうもこんにちは、もともと TV の元でいいです。ということで3000人突破記念企画質問コーナーの回答編をですね、今回はやっていきたいなと思います。ちょっとね、機材トラブルとかいろいろあってすごいね投稿が遅れてしまったんですけども、本当にそこは申し訳ないです。で、今回は3000人突破記念企画ということだったんですけども、まず最初に、まあ、3000人おめでとうコメントがね、こんな感じにいっぱいね、たくさんありがとうございました。まあこういうコメントはね、励みになるんで、まあこれからもね、5000人、1万人目指してどんどん頑張っていけたらなと思います。それではもう早速質問コーナーにね、どんどん回答していきましょう。友達かっこ異性と同性のそれぞれの誕生日に文房具を買ってあげるとしたら何を買いますか？男子に男子には多分シャーペン、まあ S20 とかなんかスマッシュとかちょっといい感じのシャーペンを買ったりするかなと思います。で、まあ女子とかにはまあそんなあげる機会とかないとは思うんですけども、まあシャーペン、いいシャーペンとかね、 S20 とかあげてもちょっとね惹かれると思うんで、あの筆箱とか、なんかいい筆箱とかね、ちょっと可愛い系の筆箱とかあげたら喜んでくれるんじゃないかなと思います。万年筆には興味ないんですか？すごくいいですよ。万年筆はですね、結構興味あるんですけども、なんかこうどういう時に使えばいいかなってよくまだ分かってなくて、なんか大事な書類書く時は別にボールペンでいいしってなんか自分の中でなってるんで、まあ万年筆こういう時に使ってますよとかあればぜひコメント欄で教えてください。テストはクラスで何人中何位ですか？クラス単位ではあんまり分からないんですけども、学年で見た時は学年がだいたい280人ぐらいかな。その中で、まあ一番得意なのは数学なんですけども、それで4位ぐらいですね。まああとはそれよりも低いって感じですね。ぶっちゃけ文房具マニアな彼女はあり、共通の趣味持ってるんでねいいとは思うんですけども、なんかずっと文房具の話ばっかりとかやったらちょっと嫌になるかもしれないですね。どんな勉強方法？そんなにね頭の良くない僕が言うのもあれなんですけども、数学に関しては問題をどれだけ解くかによってまあ変わってくるかなと思います。解けば解くほどまあどんどんできるようになるかなと思います。50円以下のおすすめシャーペン教えてください。50円以下のシャーペンはねまだ僕は見たことがないので、まあ50円以下のシャーペンあればぜひコメント欄で教えてください。ロットリング800とロットリング800プラスどっちがいいと思いますか？ロットリング800はですねこんな感じ、これなんですけども、800プラスはこれと何が違うかっていうと、ここに、スマホのね、スマホ用のタッチペンがついてるんですよね。それいるって感じなんで僕は800買ったんですけども、まあ、その機能が欲しい方は800プラスを買った方がいいんじゃないかなと思います。ドクターグリップはピュアホワイトかフルブラックどっちの方がおすすめですか？僕はねこれピュアホワイト持ってるんですけども、おすすめはフルブラックですね。あの勉強しっかり集中したいって方にはやっぱ黒の方がね集中力も高まるんで、あのフルブラックの方がいいかなと思います。安くて使いやすいシャーペンを教えてください。コスパ最強シャーペンベスト5みたいなのもやったんですけども、無印良品のポリカーボネートシャープペンっていうのがね、まあ僕は84円シャープって呼んでるんですけども、84円でねなかなかの書きやすさなんで、まあよかったら買ってみてください。もうバラエティ系動画は投稿されないのですか？もうこれからはね、まあ、文房具チャンネルということでやっていくことになると思います。 YouTube を始めたきっかけは何でですか？あと尊敬している文房具系 YouTuber は誰ですか？ということで、きっかけはですね、なんか友達から YouTube に動画上げれるらしいよっていうのを聞いて、あそうなん、じゃあ上げてみようっていうちょっとね危ない感じの始め方ですね。あと尊敬しているね文房具 YouTuber は、まあ、名前はね出せないんですけども、 C なんちゃらさんですね。まあもうみんなわかると思うんですけども、あの方はもうサムネイルがねかっこいい、どうやったらねもうあんなサムネイルがかっこよくなるか、本当にねもう尊敬しています。授業にどうしても出たくない時の言い訳を面白く答えてください。あ先生、あの僕はめちゃくちゃあの今日の授業やる気あるんですけども、あのこちらのあのラミー2000がもうどうしても授業に出たくないって言ってるんで、まあ、今回はもう授業を休ませていただきます。今一番使ってるシャーペンは何ですか？カベコペンシルスペシャルの 0.5 ですね。
もう3500人いっとるやん。もうありがたいことにね、4000人も突破して、まあね、結構グイグイ上がってきてるんですけども、まあ年内に5000人いけるかなってとこなんですけども、まあ頑張ってね、まあ1万人ぐらい目指して頑張ろうかなって思います。質問なのですけど、なんでしょう、タピオカですか？いや、タピオカではない。いつかは買いたい高級文房具は、まあ万年筆とかもね、いろいろ買いたいんですけども、ファーバーカステルのね、伯爵コレクション 0.7 ミリのシャーペンですね。あれはかっこいいんでぜひ買ってみたいですね。 S20 は何年間使ってますか？ちょうど2年ぐらい使ってます。文具メーカーでは何が一番好きですか？僕はね、パイロットさんがすごい好きです。ハイテクシーコレクトのルミオとか、S20 レグノとかね、なかなか僕の好きな点がパイロットさん多いのですごい好きですね。文房具が好きになったきっかけは、文房具を好きになったきっかけは中3の頃に、まあ友達がね、かっこいい文房具いっぱい使ってて、そこからいろいろその友達に教えてもらってハマっていったって感じですね。今まで買ってきたノートの中で一番いいと思ったものは何ですか？まあそんなにね、変わったノートは買ったりしてないんですけども、まあキャンパスノートはね、書き味良くていいかなと思います。最近買ったノートですごいのは、前も動画出したんですけども、ロケットブックのエバーラストっていうノートね、あれすごいんで、まあよかったら動画見てみてください。限定カラーのシャーペンを紹介してください。これはね、結構質問できたりするんですけども、限定カラー統一、なんか丸々統一筆箱紹介みたいなあると思うんですけども、いつかね、限定カラー統一筆箱みたいなね、やれたらいいなと思います。今まで食べた中で一番美味しかった写真は何ですか？まあ今まで結構写真食べてきたんですけども、まあ一番美味しかったって、おい、コンビニのおにぎりを30秒で食べてください。あー、すいません、ちょっと今コンビニのおにぎりがないですね。コンビニ行くけど、なんかいる？あ、コンビニのおにぎりお願いします。好きな俳優は？好きな俳優はですね、山田孝之さんと長谷川博己さんですね。文房具以外の趣味は何ですか？ドラマや映画見ることと、まあ、自転車漕ぐことも結構好きですね。一番色が好きなシャーペンは何ですか？一番ね、色好きなのはこれですね、ステッドラマイスターリミテッドエディションのレッドですね。これはね、赤黒の感じがすごいかっこよくて好きです。ドラディオはエナージェルとプラマン、どっちがおすすめですか？エナージェルはね、結構サラサラした感じに丸したい人におすすめで、プラマンはね、どっちかというとこう筆ペンみたいな感じなんで、ザラッとこうかっこよくね、丸したい人におすすめです。プレゼント企画してください。このコメントもね、結構来てるんですけども、まあプレゼント企画はなんか5000人とかね、1万人とか行った時に、まあなんかやれたらいいなと思います。楽しみにしといてください。はい、ということで、まあ全部のね、質問には答えれなかったんですけども、まあ3000人突破記念企画の質問コーナーはここまでということで、まあちょっとね、あんまり面白みのない質問コーナーにはなってしまったんですけども、まあね、また何千人突破記念企画みたいな感じで、まあ、定期的にね、やっていければいいかなと思います。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、3000人突破記念企画ということだったんですけども、本当にね、たくさんのコメントありがとうございました。たくさんのね、おめでとうコメントとかもすごい励みになるんで、まあ、これからもどんどん頑張っていこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。